1941年7月8日のオリバー・リトルトン初代、シャンドス主爵オリバー・リトルトンは、イギリスの政治家、貴族。1893年3月15日、第4代リトルトン男爵ジョージ・リトルトンのハチオ、八王アルフレッド・リトルトンとその妻、エディス・ソフィアの間の息子として生まれた。イートン校を経て、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジへ進学。 グレナディアガーズの隊員として第一次世界大戦に従軍した。1940年からシャンドス施策に除されて貴族院議員に転じる1954年までアルダーショット選挙区から選出されて保守党の庶民院議員を務めた。1940年には数密顧問官に列するとともに第一次チャーチル内閣の通商庁長官に就任した。 1941年7月から1942年2月には中東担当大臣に転じ、1942年から1945年にかけては生産大臣、1945年5月から7月にかけては通商庁長官に復帰した。1951年10月に第三次チャーチル内閣が成立すると植民地大臣に就任し、 1954年7月まで、勤めた。1954年9月9日に、連合王国貴族、シャンドス死爵区に助せられ、貴族院議員に列した。1972年1月21日に死去した。78歳没。シャンドス死爵区位は、息子のアンソニー・アルフレット・リトルトンが継承した。1954年9月9日に、以下の爵位を新規にノブされた。 1920年1月30日に、第10代、リーズ公爵ジョージ・オズボーンの娘モイラゴ・ドルフィン・オズボーンと結婚。彼女との間に以下の4項を設けた。ありがとうございます。